皆さんこんにちは。こんにちは。ちはマーケティング部の福本です。えー、いいでございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、えー。早速ですが、2018年12月の運用報告を始めてまいります。まずはじめにコモンズサーティーファンドの運用状況、それからザ2020ビジョンの運用状況、続いて今後の見通しという流れでお伝えしてまいります。 12月の運用状況ですけれども12月もかなり変動の大きい月になりました、はい、まずコモンズ30ですけれども11.34%の下落 THE2020Vision は16.85%の下落ちなみにベンチマークではありませんが市場全体の平均を表す日経平均は10.45%の下落トピックス配当込みも10.21%の下落と。 いう状況でしたはい、えー、かなり厳しい、えー、月になりまして、まあ、全般的に、まあ、大きく、えーまあ、全銘柄がほとんどこう下がるというような状況でありましたけれども、当社のコモンスーティーファンド、それから2020ビジョン、まあ、市場全体よりもさらにこう少し下落したと、まあ、いうことになっています。 えとまあ、この背景につきましてはいろいろありますけれどもあの、まあ、全般大きく下がる中で、まあ、これまで活躍してきた銘柄が特に売られたというようなところがありましてそういった意味では企業業績が大きく落ち込んで株価が下がったということでありませんで、まあ、かなり値上がりを続けてきたというところに対して市場からお金が抜けたというような部分が大きいかなと思います。 それから2018年振り返りますと小型株がですね全般的に低調な1年ということでマザーズ指数は特に大きな下落の1年となりました2020ビジョンにつきましては全体の3分の1程度が小型株が入ってます、まあ、変化に挑戦をしている企業ということで入っているんですけれども 同じように、あのまず、あ、を代表するような、えー、企業の下落が大きかったというようなことで,です、ねえー、短期的にはあのかなり下落がきつかったというような状況かなというふうに思っています、うん、今あの、まあ、上がっていた銘柄が下がったとありましたけれども、はい、株価というのはもともと企業価値に対して付けられる値段ですよね。はいはい 株価が下がったということはこれから企業業績の拡大が期待できないっていうことなんですかえとです、ね、今あの市場全体が特に12月後半はですね、まあ、弱気ムードが非常にこう蔓延をしていたというようなところもありまして、まあ、株式市場からお金を引き上げるというような行動が世界的に見られたのかなというふうに思ってお いますですからどこの企業を見ましても実はアメリカの企業も日本の企業につきましてもかなり過去の歴史から見るとですね企業業績に対して株価の位置はかなりこう安い。 ええ、うん、まあ端的に言いますと割安な水準まで今来ているとまあいうところなのでえ決してあの見通しがあの業績が非常にこう悪くなるとまあいうことではないというふうに思ってます、うん、はいわかりましたではここから各ファンドの状況についてお伝えしてまいりますえそれではここからコモンズサーティーファンドの運用状況についてお伝えしてまいりますはいえサーティーファンドもまあ11%を超える下落という状況でしたが、はい どんな運用環境でしたでししたょうかはい、えーとまあ、今回株式市場2018年を振り返ってみますと、まあ、1月に日経平均株価で2万4000円を超えてでまた10月に27年ぶりの高値ということで、まあ、1月の高値も抜いてきたというような状況だったんですが、まあ、そこから大きく崩れていったということで10月11月に続いて12月も市場全体は大きく下落をしたと。 まあ,いうまあ12月に入ってからですねまあ中国の大手通信メーカーまあファーウェイの CFO がですねまあカナダで拘束されるというようなことが出てきたりしましてもともと米中のですね貿易摩擦あるいはハイテク派遣争いというふうに言われていますがこれが激化してきているという認識は市場でも非常に懸念されてたんですけれどもまあ具体的にそういった。 あの事象がですね発生したというようなことで、さらに緊張感が高まってきたというようなことがあります。それに加えて、中国でのですね景気の減速感も、それに伴ってこう出てきたというようなことで、市場参加者全体がですねかなり世界景気の減速、それからそれに伴う企業業績が、 これから先、下方修正されていくんじゃないかというところが非常に強くなって、市場全体から資金が引き上げるというような状況だったのかなと思っています。そういった中で、12月、コモンスーティファンドで見ますと、値上がりした銘柄が2銘柄だけということで、当落率になりますが、ヤマトホールディングスさんと、それからユニチャームさん。 だけがこうまあプラスになりました十八、まあ、社、まあ、その他の企業は全てマイナスになったというような形になっていますただあの冒頭お話ししましたように決してあの大きく下落しているから業績がすごく悪くなったということではありませんでかなりあの需給の面もありますしそれから個人的にはやや市場があの企業業績の過方修正あるいは世界の経済の減速に対して えー、かなりこう、えー、弱気になったというところが、えー、強いのかなと思ってまして個人的には。 あの企業取材をしていますと、まあ、そこまであの悪くなっていませんし、えー、かなり今までのところであの分かりやすく言います受注はかなりもともと来ていますので、まあ、その先どうかというところにつきましては、えー、少し企業側の判断とそれから市場参加者の判断少しまだギャップがあると思っていますので今の水準はかなりあのレベル的には安いんじゃないかと。ただまあ下値ははどこまでかかかいうのはなかなか わからないんですが、えー、コモンスターティーファンドでの投資先につきましてはかなりあのいいレベルまで下がっているというふうに判断をしていますので非常にこうようなな形になっています、うんうん、受益者の皆さんからしても、はい、まあ今のお話で言えば、えー、企業とのての価値、まあ、進化し続けるっていうところが変わらないということであれば。はいはい むしろあの今チャンスという言い方もですね長い目で見ればということになると思いますけれども、まあ、短期的にすぐ上がるのかというところにつきましてはまだまだ不確実な要素があると思いますけれども明らかに今の株価は企業価値に比べると割安になっているというような判断は我々していますので、うん、そういったところは我々も丁寧に買っていきますので。 ぜひあの皆さんからもですね、うん、そういったご支援をいただければありがたいなと思っています。うん、はい、ありがとうございました。ではあの今月ユニチャームについてちょっとお話をいただきたいと思うんですけど、はいはい、ユニチャームはあの年間ベースで見ても二割強の上昇ということで、はいはい、かなりあの大型株の中でも上昇率の高い銘柄でしたよね。はいはい、そうですね。はい、あのまあ十二月あるいは十一月十月も含めてですけれども、市場が大きく下落するっていう局面では。 内需あるいはディフェンシブと言われるような銘柄が相対的には優位だったということになっていまして当然のことながら例えば景気が悪くなるからといってユニチャームの生活必需品が急に売れなくなるということではありませんので実際に12月決算の会社になってますけれども第3クォーターまでですね第3四半期までの決算の数字で見ますと。 売上もですねそれからまあ利益もですね、まあ、過去最高レベルで今来ていますので特に中国それからタイインドネシアそれからインドといった地域が今回の業績を牽引しているということでですねですからまあ非常にそういった意味では外部環境の変化、まあ、大きく 世界経済に対して悲観ムードが出ている中でもあの業績をしっかり上げているというようなことから、まあ株価は堅調だったと、うん、まあいうことかなと思っています。はい、ありがとうございました。ではえっとサティファンドの運用報告は以上です。続いてザ2020ビジョンの運用状況についてです。ザ2020ビジョンは12月18日で第5期の決算を迎えました。今回分配金はゼロ円とさせていただいております。はい それではですね、20ビジョンの運用報告を続けたいと思います。外部環境につきましては、先ほどお話したとおりなんですけれども、特に20の環境でいきますと、月間で東証マザーズの指数がですね、20%近い下落をしたという状況になっています。で、12月は例年、新規上場、IPO が多い月になっていまして、 この12月は特にソフトバンクのですね大型の新規上場もあるというようなことで個人の方のお金がだいぶそこに吸収されたとその結果ソフトバンクさんでの新規上場っていうのが値上がりが実現しませんでしたのでそういったことの個人投資家の心理を冷やすというような部分もありまして小型株はかなり需給が悪かったと。 まあいうようなことで下落もかなり多くの銘柄で見られたというような状況になっています。そういった部分がまあ20と20ビジョンの方にもまあ若干反映をされているというようなところになっていまして、まあ下落幅もあのマザーズ指数よりは小さいんですけれども、トピックスですとかマネー系平均に比べると少し大きなものになったというようなところであります。 で12月はですね、組み入れ上位10社の中では、新しくシフト f t という会社が入りました東証、はい、マザーズに上場している会社ですけれども、2005年にできた会社でありまして、ソフトウェアのチェックをするということを専門にしています。 あのソフトはまあ例えばネットでショッピングしたりですとかまあゲームを使ったりとかいろんな形で今あのいろんなところに今ソフトがあふれているわけですけれども通常ソフトはどうやってチェックしていわゆる不具合がないようにしていくのかっていうと意外とソフトを開発した人がそれを不具合があるかないか自分でテストをしていくというようなことが多かったりするんですが。 それだとコストも高いある日は作った人が自分でチェックするということでいうと逆に見落としも出てくるというようなことで第三者的にソフトウェアのチェックを専門にするというようなことで業績もずっとこう右肩上がりで今来ているというようなところで,です、ね、我々そういった意味ではそういったところの進化を続けている企業として投資を続けていると。 でその結果、今、あの上位10社の中にも今入ってきているというような状況になっています、えー、全体としてはです、ね、はい、ファンド、やはりあの、まあ、今、下落も少し大きかったという話がありましたけれども、はい、ちょっと月次ベースでも大きな変動があるという状況です。中に入っている企業さんの業績ですとか、まあ、投資している先に関しては、引き続き自信を持っているということで、大丈夫でしょうか。 あのまあ、実際にアメリカでもですねナスダックに上場している、まあ、ファングといわれるですねフェイスブックですとかグーグルですとかアマゾンですとかといったようなところにかなりお金が集まってその後大きく株価が下がったというようなことにもなっていますが、うん、決してアマゾンとかグーグルとかの価値が、えー 非常にこう悪くなったと、まあ、いうことではなくてややまあ変われすぎてたというような部分が修正されてきてるんだろうと思ってますし、まあ、時代の流れでですね個人情報の活用の仕方ですとかいろんな規制も入ってくるというような中での下落だったと思いますけれども、まあ、そういった意味では日本の小型の成長企業についてもあのやや変われすぎてたところがあるというようなところもあったのかなと思っています。 それからまあ2020ビジョンに限らないんですけれどもマーケットが非常にこれは一つに先日ウォール・ストリート・ジャーナルにもです、ね、アメリカの株式の取引の85%ぐらいがもう機械での取引、うん、プログラム売買になっているということで、うん、ややこれが値幅を増幅しているというようなことでマーケットの中の構造が随分今。 投資主体が変わってきてきるんですねでそうするとどうしても振幅が大きくなるとその時に小型株はさらにあのその影響を受けやすいというようなことになってるんですけれども、まあ、我々投資をしている進化を続ける、まあ、新興企業新しい企業についてはあのまだまだ伸び盛りのところもたくさんありますしそういった意味では少し株価の動きは荒くなっているところはです、ねまあ、我々も あのよりコントロールをしないといけないんですけれども、あの成長については自信を持っているともいうことであります、うん。はい、ぜひ積み立てでやはりあのお付き合いいただけると、ね、より効果が出やすいですね。深呼が大きい先期は, <laughs>、ね、はい特に、はい、と思っています。はい、はい、では20ビジョンのご報告は以上とさせていただきます。はい。それではここからは今後の見通しについてお伝えしてまいります。はい。2019年が スタートしました。はい、はい。今年はどんなふうに見ていらっしゃいますか。はい。えっ、ー、とまあ去年がですね、まあ非常にこうまあ運用環境としては非常に厳しかったというふうに思っています。うん、あの実は世界中のあのいろんなファンドを見てもですね、まあヘッジファンドなんかも含めてまあ去年はまあ厳しかったということなんですがあのかなりですね、えー、去年の秋から、えー、世界経済の減速それから企業業績の下方修正懸念と。と それから米中の貿易摩擦あるいはハイテク派遣争いがさらに深刻化するそれからアメリカが利上げを続けた昨年は4回利上げをしたんですけれども市場参加者からするとちょっとやりすぎじゃないのかというようなところで中央銀行とそれからマーケットの参加者との間で少しやっぱりギャップが生じてたんですね。 でそれを、えーまあ、中央銀行としてもコミュニケーションが足らなかったというようなことで今あの修正を図っていますので、えー、かなりあの今の、えー、市場参加者の期待とのギャップの中での調整がこれから入ってくるというふうに思っています。うん、でそういった意味では、えー、2019年はどうしても世界経済の減速懸念というのはあの多くの参加者が持ちやすい。 というこは一方で日本も消費税の引き上げがあるということに対して景気体制が打たれますそれからヨーロッパでは例えばフランスなんかも含めて今かなり国民からの暴動が起こったりしてここも財政を使うと中国も,もうかなり財政を踏み込んだ景気体制をせざるを得ないというようなことで景気減速懸念に対しては各国が政策対応うん、うん、財政を使った政策対応をすると。 いいう形での1年になると思っていますで中央銀行はそのバランスを見ながら過度な出口へ向かっていくという形は少し修正が入ると思っていますのでそういった中ではこれまでやや悲観的なところに傾きすぎてた部分が今年は修正される部分が結構あるんじゃないかと思っています。 ただ、先ほどもお話ししましたけれども機械的なプログラム売買というのが非常に増えていますのでマーケットの振幅はやっぱり今年も大きいんじゃないかというところは注意しないといけないというふうにここからまあじゃあ各ファンドについてということなんですけど、はい、30ファンドについてはどんな点に注目されていますか。はい 実は今、そういった環境今年の見通しを話をしたんですけれども我々は10年単位でかなり潮目が今変わってきているというふうに思っていましてそういった意味では例えばリーマン・ショックの起こる前の10年っていいますとアジア通貨危機とかがありましたその後、世界の中国、インドブラジルロシアといった新興国が大きく成長したと。 でた、えー、そういった10年でしたと、うん、でその間まあややこう行き過ぎたところもあって、うんえー、リーマンショックが起こってでそこからまあやっぱり10年かかってようやくアメリカが、えー、まあ出口に金融政策でいうと向かっていくようにようやくリーマンショックの後遺症がなくなってきたと、うん、まあいうようなところでも、えー、あると思ってますでただこの10年タームで大きくやっぱりいろんなことが変わってきていまして。 アジア通貨危機からの10年ということになりますとかなり分かりやすく言いますとパソコンインターネットが非常にこう誰でも使うようになったと、うん、でリーマンショック以降になりますと携帯電話とか、まあ、スマホの時代にこうなってきたとでこれからの10年はまさに 5G ですとかを使った、うん、さらに新しいイノベーションが起こっていくというふうに思っていますし世界的にも今イギリスでブリクジットですとか、うん アメリカでトランプ大統領が出てきたようにかなり格差ですとかいろんなことに対する修正が社会的にも行われてきていますのでそういった意味では大きな時代の変化がやっぱり10年単位でこう起こっているとそんうなう中で企業をどういうふうに見極めていくのかというのがそれぞれ両ファンのポイントになるというふうに思っていましてコモンズ30ファンドにつきましてはそういった外部環境の変化に強い会社を買っているというようなことで。 今あの投資をしている30社のです、ね、平均保有年限というのは実はもう8年に、えー、なってきまして、えー、この7年から8年というのは世界の長期投資家の人たちが大体保有している年限なんですね。ですからそういった世界的にこう有名なです、ね、長期投資家と 同じような時間軸まで保有できるようにまあ我々はなってきたということなんですがそんな企業でも今大きな潮流の変化に対してどんなふうにそれを対応していくのかというところを丁寧にチェックをしていきたいというふうに思っていますはい。で、2020ビジョンにつきましてはまさにそういった変化ということが起こるということですからその変化に対応ができるその変化でうまく乗っていける いうようよな企業をこちらも同じようにしっかり見つけていくということが大事になるかなと思っていますしそういった取り組みを始めています。うん、はい 今ファンド化ごとの運用に対するこう考え方というのをお伺いしたいんですけど、はい、じゃあ受益者である私たち、はい、まあ私が受益者の一人ですけど、はい、<laughs> としてはどんなふうにと思った時に、はい、やっぱりあの繰り返し繰り返しお伝えしてますがその積み立てっていうことをねやはりよりあの皆さんに普及させていきたいなというふうに思っています。まあ、昨年末から見ていろんなこうニュース出てますけど、はい、やっぱりあの 投資の特集なんかを見てもかなり積み立てというね、はいはい、あのところはフォーカスされるようになって実際利用されている方も増えてきている積み立てニーズも始まったということで、はい、で私たちは従来からその積み立てっていうことを通じた資産形成っていうのをお伝えしてますが。はい まあそういったことにふさわしいファンドとしての2つのファンドだと思いますので,そうです、ね、ぜひあの皆様にはちょっとね今年は少し振幅が大きくなるという話もありましたし、はい、積み立てででのファンドを活用いいたただきたいですよねそうですね短期的な価格の上げ下げにこうついていくっていうのはほとんどこうできませんので。うん しっかり積み立てでそういった波をですね乗り越えていくというようなことをしていただきたいと思いますし、うん、まあ我々ちょうど今年はあの運用を始めて10年という節目の年になるんですがもう10年間積み立てをされているような方々もたくさんいらっしゃいましてそういった方々はあの今回の下落の局面でもある意味こう慣れてるというかですね達観、うん、されて、えー、むしろあの少しスポットで買おうかと。 いいいうようよななぐらいになっていますのでやはりこう積み立てを経験していくことによって非常にです、ね、こうストレスなくこういった環境下でもです、ね、あの生活ができるんじゃないかと思っていますので、うん、ぜひあの積み立てで資産形成をというのはこういった局面ほどあの強調したいなというふうに思っています。はい それから私たちも、やはりそうは言っても、こうマーケット変動すると、皆様ご不安になる、はい、ということあるかと思いますので。はい、そういったタイミングでは、の情報発信っていうのを、なるべくこまめに心がけていきたい、というふうに思っております。はい、はい。それでは、えっ、ー、と、運用、今後の注目点ありがとうございました。はい、で、今後です。もう二千十九年始まりましたけれども。はいね、盛りだくさんです。盛りだくさん。盛りさんなんですよ。はい、まず、あの、今月一月は、恒例の運用報告会が。あります。はいはい 東京、大阪、名古屋、福岡の順番で1月19日からスタートしますので、はい、ぜひあのこちらの方にも足をお運びください。はい、ぜひお越しください。はい。えそれから2月の頭にはですね、サンジュ塾、小松サンジュ塾を開催します。はい、えー、今回はデンソーさんをお迎えして、はい、統合レポートワークショップを行います。はいはい、昨一昨年ですね、あの名古屋で。 そうですね。行いましたけど、はい、それを東京でということなので、はい、東京で伝送さんがご登壇いただくのは初めてですから、そうですね。はい、こちらもぜひご参加いただきたいと思います。はいえー、そして3月4月はですね、いよいよコモンズの10周年イベントを控えております。はい、はい。3月は 3月は京都でですね、はい、堀場製作所の堀場会長にお越しいただくというようなことが決まっていますし4月はですねベネッセの足立社長にお越しいただくとそれからマネーフォワードの辻さんにも来ていただくというようなことでですねその他投資先企業あるいは寄付先の皆さん含めてですねまさにコモンズワールドを 皆さんと共有したいなというふうに思っています。はい、はい、ぜひあの順次ねあのいろんな情報も出していきますので、はい、ご参加いただければと思います。はい、それから最後に。 一つだお願いがあります12月18日に「2 0ビジョンの5期目の決算を迎えたというふうにお伝えしましたけれども、はい、この時点で「t h e 2 0 2 0ビジョンのファンドをお持ちだった方に、はい、次期の次期と次の期ですねのポイントの応援先の推薦をお願いしております。はい 1>, 1月15日までの期限となりますが対象の方にはメールをお送りしておりますので、はい、ぜひ3団体の中から1つ選んで、えー、次の時代を、ね、一緒に開いていける、ね、競争相手ということで、はい、皆さんにご推薦いただきたいというふうに思います。で、はい、ではは月のあ報告は以上ですありがとうございました